長崎県対馬市にある渡飛び神社の神職さんが先日、外国人、特に韓国人の受け入れを全面的に停止する旨を SNS で公表し、現在インターネット上で話題になっています。今回の措置を決めた理由として以下を挙げています。韓国人ガイドによる暴言、暴力、韓国人観光客によるお守りの窃盗、韓国人観光客による境内での数々の不敬行為、韓国人 YouTuber による人権侵害行為。ツイートでは、韓国人観光客を制限しますとした上で、ヘイト、人権侵害だと思われる方は直接私と対面して討論しましょう。これ以上信仰の場を破壊する行為は絶対に許しませんと断りを入れていらっしゃいます。今回の神社の対応に外国人からは理解の声が相次いで寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。